で始めていきたいと思います。今日の主役のまずは石黒さんを呼びたいと思いますので、せっかくですので皆さんで大きな声で石黒さんって呼びましょうかね。恥ずかしそうにしてますけど、それが狙いですよ。それじゃあいきますよ、せーの。はい、石黒さんです、どうぞ。石黒さんでございます。本当に恥ずかしいです。ありがとうございます。今年もたくさん集まりいただいてありがとうございます。何喋りましょう。あ、じゃあ、改めましてあげましておめでとうございます。さあ、ふみさんどうしましょう。はい、はい、じゃあもうご挨拶の方大丈夫でしたら早速ですけども、そうですね、はい、あの人たち呼びますか。まあ別に2人で喋ってもいいですよね。そうですよね、特にいつもラジオこんな感じですもんね。はい、間が持たないとかそういうことはないので、はい、まあ、そう、思い出しました。最近僕ラジオを始めまして、皆さんご存知ですか。聞いてくださってる方いらっしゃいますか。聞いたことあるよっていう方。ありがとうございます。すみません、本当に喋り下手なもんですからめっちゃ噛むっていう、はい、笑いすぎですよ。笑いすぎです、笑いすぎです。嫁に噛みすぎって言われてますけど、お嫁さんチェックが入ってます、はい、毎回ね、お嫁さんトークも交えつつちょっと驚けトークなんかもあったりしてね、はい、楽しく2人でやっております。やっておりますので、ゲストもね、いろいろ来ていただいて、はい、この前は年末ドアラさんも初めて突然やっていたんですね、登場して、まあ、なるべくなんか予想を打にしない人をなるべく呼ぼうかなと思っております。新年のね、一発目のゲストは誰にしようかなってね、はいはい、今決まっておりますので、今どうしようってどうしようって考えてるのにリクエストがありましたら、ぜひね、はい、考えていきたいと思いますので、なんか終わってしまうような今日はありがとうございましたみたいな感じになってますか。まだこれからですよ、もうね、はい、はい、楽しみにしてますので、皆さんスペシャルゲストでございます。はい、じゃあ早速、はい、登場してもらっちゃいましょうか。皆さんいいですか、準備大丈夫ですか、お二人大丈夫ですか、お二人、はい、はい、大丈夫そうですね、はい、では登場してもらいましょう。ドアラさんとつば九郎さんです、どうぞ。どうだと思います。おめかししてきてますね、まあ、特徴ですからね、はい、特徴はやっぱりこのスーツというのが。つば九郎さんはおめかし、あれ、ああなんか、あ、なんか矢沢みたいなそんな感じの、まあ、ある意味おめかしね、はい、あ、じゃあ石黒さん、お座り、はい、ドアラス先生と一的な、どっちでもいいですけど、あ、おめでとうございます、よろしくお願いします。どっちでもいいですけど、お一人こちらでお願いします。つば九郎さん、おめでとうございます。はい、今日はいつも例年ですとね、ホワイトボードを用意してるんですけど、はいはい、もうね、毎年毎年書ききれないということで、今日はスケッチブックをこっちにあまりいないですよ、奥さん、それぞれ、ね、はい、用意しましたので、はい、もうね、いいですよ、どんなタイミングでもいいですので、はい、好きなこと書いちゃってください。でやろうという企画でございました。佐藤さん、すみません、年末お世話になりましてありがとうございました、本当にヤクルトホール、まあ、そうなんですよね、年末ね、ヤクルトホールに、はい、スワローズさんのファンクラブのイベントということで、まあ、サプライズゲストとドアラさんと呼んでいただきまして、あ、ちょ泥棒今石黒さんがお話ししてますから、ね、いやいやね、本当ありがとうございました、本当に、はあ、はあ、じゃあちょっとね、よっこいしょっていう感じで落ち着きますけど、座らせていただきます。まあね、ヤクルトホール、皆さんどなたが行かれた方いらっしゃいます。あ、さすが、すごかったですね、エンタローのトークショー。どんなイベントだったんですか。いや、あれもうね、つば九郎さんとエンタローさんとつばみさんが出てきてトークショーしてました。メインですか。そうです、ね、ファッションショーみたいなのやってますね、つば九郎さん。へこれがつば九郎さんメインのイベントだったんです ね。あれいいなって、うちもああいうのやりたいですよね、うちもやりたいですよ、ね、ドアラさんオンリーですか。あ、開けてくださいって言ってはい、はい、どうぞ。ドアラさん、はい、開けました。あ、ドアラさんは大丈夫ですね、はい、ドアラさんと言いましていただきまして、はい、盛り上がったので、その分もここで今日盛り上がって、はい、今日はね、まあ、お返しかどうか分かりませんけど、ゲストで来ていただいたということで、はい、昨年もでもね、つば九郎さん来ていただいて、はい、すごい大盛況だったん で、ね、はい、もうそれに乗っかって今年も行っちゃおうかみたいな。そうなんです。しかし今年で何回目ですか。何回目ですか、このトークショー。え、3回目？そんなことないですか。つば九郎さんは何回目？私たち何回目？私たちとか石黒さんのトークショーって今年で何回目ですか。まあそんなこと言いながら毎年呼んでいただいてありがとうございます。5回目ぐらい？はい、ねえ、なんかねえ、ドアラさんね、届いてくれた。ドアラさん寒い。そうですね、ちょっと寒い、はい、ね、
ね、皆さんも寒いですからさあ、頑張って盛り上がっていきたいと思いますが、そうですよ、はい、何の話しましょうか、何の話しましょうかってね、ちょっと考えたんですけど、はい、まあ、あのとりあえず昨年をちょっと振り返ってみようかなと、はい、思うんですけども、振り返ってみましょうか、はい、まあ、昨年といえばね、はい、交流戦やオールスターなどでの絡みもあったわけなんですけども、はい、そうですね、やっぱあれですよね、マスコット交流といえば名古屋ドーム最多ビジター出場マスコットのつば九郎さん、何回行きました去年、何回行きましたかね、何回あ、ギネスに申請中、それで通ると思いますよ、多分通りますね、ライバルいないですか、ギネス申請中、そうなんですね、本当に来ていただきまして、なんもね、ね、つば九郎さん来ると本当に打ち合わせとかしないんですよ、あ、他のマスコットさんだと一応ね、ここの出番が何時で、あのゲートは何ゲートで、そうですね、割としっかり、ね、3回はこのレフトの扉のところから出ましょうかなんてやるんですけど、つば九郎さんは全くなし、フリーパスもね、というか、あの僕らが来ると部屋にもういるっていう感じです、はい、あ、でも帰るときいませんよ、ね、帰るときいないです、はい、あのまあ、ドラゴン使ったりねするじゃないですか、ただ場合はもうあっという間にないです、そうですね、はい、まあこれね、あの同じような感じなんですけどね、神宮とか行っても僕らもちょっと、あ、撤収早い感じ、撤収が早い感じ、あ、まあ、お互い様っていうことですね、はい、じゃあいや、そんなことはないですよ、え、ドアラさん7回に帰っちゃったの、そんなことないですよね、ドアラさんねあ、ちょっとあの後ろめたいことがあるようですけど、僕らは最後までちゃんともうね届けなきゃいけないまあ、いろんな事情がありますからね、はい、あ、ちなみに東京ドームではありますけどね、東京ドームでは、東京ドームでは早く帰って、出番が5回しか、 なんか出れないみたいな話で、ああ、すいませんって、あのラッキーセブンもちょっとすいませんみたいになって難しいですね、はい、まあ、ちょっと、まあ、今はね、多分そんなことないと思うんですけど、そんな頃もありまして、で、ドーラさんとは帰ってきて部屋戻ってホテルで好きなまだ中継やってたみたいな東京ドームまでやってるみたいな、そんなこともありましたけども、まあ、あのマスコットをね、まあ、あのいろいろ最近はこうで FA するマスコットもいるぐらいですから、そうですね、はい、もうすっかりなんかあのこう皆さんにこうね認知していただいて、あれ、つば九郎さんなんでしたの、今年はおとなしくまさかこんなに話題になると思わなかったですもんね、え、ただの話題作りでしょなんかちょっと新聞とか載りたかったみたいな、え、ジャニーズから来なかった、来るわけないじゃんえ、ちなみにジャニーズからは来なかったってことは、はい、どっか他からは来たんですか、え、来たの、あれですよね、海上保安庁とかも来たんですよね、海上保安庁、はい、あのね、人が足りないんで、え、それ、はい、通話、はい、つばざる、いや、あんまり助けられたくないけど、あ、はい、つば九郎さん、上手な感じが、確かに、はい、そうなんですね、え、他には海上保安庁とか、マウス2マウスがしたいだけでしょそれでも相手女子とは限らんじゃないですか、そうですよ、おじいちゃんかもしれないですからね、そうですね、でもオファーが来たんですよね、いっぱい来ました、はい、あとあのオファー出しませんなんて記事になってるじゃないですか、どっかのサッカーチーム、はい、どっかのサッカーチーム完全にあれ便乗じゃねえかみたいな、ね、話したんですよねね、あのオファー出しませんっていうのが新聞記事になるって、ちょっとおいおい便乗じゃねえか、まあまあ分かる気がします、まあでも本当にね、このオフはつば九郎さんに全部持ってかれましたので、年越しましたんで、うちもドラゴンズはね、ドアラさんでこう新しいネタをバーンとやりたいなって思ったけど、ね、まあ、とりあえずカレンダー発売しまして、はい、カレンダー宣伝はねもうしなきゃいけないので1600円です、そう、買った人、もう買った人、お、ね、ありがとうございます。いやいや、もうね、これ売れないとちょっとね、あれなんですよ。あの松下先生の立場がなくなるっていうね。社内ね、首がかかってますので、本当に。頑張って今回も売りたいなと。社運をかけた。まあ、あのね、去年のカレンダーはあのドアラ先生の一言あったじゃないですか。でもあれ毎年毎年やるとドアラさんのネタがなくなりますので、もうちょっと経ったらまたそういうのやるして。そうですね。忘れた頃に。今年ちょっとアイドルチックな感じのね。はい。感じでやっていきたい。あれ、さっきあのちらっと見ましたけど、なかなかいいですね、はい、あのカレンダー。ドアラさん結構見た？見ました？ドアラさんは完成品。な
この間をどうするかっていうのがこう喋り手のこう腕の見せ所。はい、こっちに見せてくれないとね。あ、いいらしい。まだ見てないけどいいらしい。松下先生どうなっとんすか。あのドアラさんにね、はい、数冊あげてください ね。はい、まあでもそう早くしないとこれまた。あ、いくらですか。あの1600だから1600円ってさっきが言ってるじゃないですか。聞いてくださいちゃんと話しね。多分ね、お土産に、あの予約もできるので2種類あるんですよ、つば九郎さん、ね、今月発売のものと。だからそれ言えないじゃないですか、それ。ダメそれダメですよ、絶対ダメ。さてね、はい、ということでね、ということで、交流戦オールスター、オールスターありましたね、ありましたね、ドーラさんと、はい、昨年大阪ドーム、大阪京セラ、京セラ、あの続けた方がいいと思います。京セラのね、松山、はい、あと盛岡、はい、行きましてね、マスコットさんたちは。どうでしたか。チャーター機で移動してね。ああ、大変だったみたいな。あれね、あれなんですよ。マスコットとチアといるじゃないですか。で、昨年一昨年からチアもこう呼んでもらったりするんですけど、あの名古屋ドームの時も名古屋から東京の移動は、チャーター機でマスコットさんたち選手と一緒にセントリアから羽田までね、飛行機で移動して。ちょっと見てみたいですけどね。ねえ、そのチャーター機ね。え、つば九郎さん誰とお隣の席だったの？あの。邪魔じゃなかった？耳とか。ね、つば九郎のお腹も相当邪魔ですけど。ね、あ、青い人前にいたんだ。で、隣は？隣誰だったの？ BB とかどこにいました？あ、スタッフの人がいたね。あ、スタッフさんがね。あ、違うの？あちらにいらっしゃる、あ、違うスタッフさん。ああ、そういうことですね。そうなんですよ、そうやって移動して、なんか楽しそうですね。楽しそうじゃないですか。で、僕らは朝一の新幹線でね、移動したんですけど、今年、去年はだから、ドーラさんたちもやっぱ松山まではチャーター機、ドーラさんもあるし、つば九郎さんもそれで移動して、で、あの千初さんたちは試合終わったらバスが回ってて松山まで、バーイバスです。バス移動、はい、何時間かかるんですか。何時間くらいですかね。12時に出たで、5時前に松井行ったかなんですね。まだね、あの知ってるチアの人もいるんですけど、初めての方もいるじゃないですか。はい、なんとも社内が微妙な空気感で、まだ打ち解けてないから、ね、そうそう、行ってた行ってた、なんか仲良くなった頃にはもう、そうなんですね、終わってしまってね。ちょっと太陽少なめですね。寒いですか、河原さん。大丈夫ですか。なんて言いながら、まああれですね、そんなことやりながらも、やっぱりあのいろんなところで言われましたのは、やっぱドーラさんのバク転、そう思い出しました。はい、バク転、最近バク転、ドーラさん調子あれだったっすねみたいな、よく言われます ね。どうなんでしょうかね。これね、どうなんですか、ドーラさん、来年というか今シーズン、やっぱり皆さん楽しみにしてるかと思いますよ、それはね。最近あのあれじゃないですか、勝率とかつけるようにしたじゃないですか。勝率だったり、あのなんか星取り表とかね、はいはい、あれなんかもっとなんかつけることないですかね、なんかね。え、どこまで行ったら金一封とかそういうやつ。もうね、本当はやりたいドアラバク転賞みたいですかね。あの1回成功することに1万円とか、はい、リアルですけど。頑張るという言葉を覚えた。今までそうなんです、頑張ったことないんですよね、ドアラさん。頑張らなくて、あんな感じで今までやってきたから。でもまあちょっと5割を切ってしまった。練習もしないですし、鍛えたこともないですし。でもあれですね、あの沖縄行くの結構あれですよね、あの練習する予定で、練習する程で行ったもんね。そうですよね、昨年は沖縄キャンプで選手と一緒にすごく鍛えたって、はい、ね、言ってましたし。で、それがやっぱりやりすぎちゃったんじゃないですか、始まる前に。沖縄の練習はちょっとやりすぎたんじゃないかなみたいな感じが。まあでも沖縄どうしましょうね。まだドーラさん2月どうするかと。あ、坪倉さんどうするんですか、沖縄。行くよって、な、普通にね。え、ずっと全部行くの。庄内、庄内って何ですか。あ、内緒のこと。そう、わかんないですよ。あの、まあ、ファンの方はね、はい、もう慣れわかるけど、はい、私別につば九郎さんファンじゃないし。ブ
してませんし初代って内緒のことそう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 、あのギロッポンみたいなやつ、ギロッポン、あー分かるか、チャンネードシースみたいなやつですね、そういうやつですね、そうなんですよ、そうなんですよ、宮前浩司がいきなりバシッとね、あの期待すぎて最初から調子が崩れたということで、つば九郎さん的にはどう思いますか、ドアラさんのバク転、昨年、なに読んでみてください、シアゾホガナナちゃん願い、全く分かりません、分かるんですか皆さんは、あ、うんうん、あ、でもうんうんってうなずいてる方がいます、へーへーって言っちゃったけど、まあ、へーと、はい、ね、まあ、ね、ですね、どうなんでしょうね、つば九郎さんだってあれですよね、去年ね、来ないとかって言ったけど突然一日だけ来たりしてましたね、なんか DVD の撮影かなんかで、急になんか今松山ですみたいなメールが来て、僕名古屋なんですけどとか思うの、突然来たりしてたんですけど、まあ今年のドーラさんどうしましょう、ドーラさんどうします、2月、つば九郎さんはね行くって言ってますけど、まあ、これね、実は会社的な話をしますと、これ年明けにファンサービス部の会議がありまして、まあ、2月のドーラさんはどうするかっていうのを、昨年は沖縄在住1ヶ月で、はい、やりました、今年1ヶ月したんですけど、あれ本当に頑張る、初代ね、あ、こっそそうですね、チャタンに行くんですって、こっそり目立つ中年みたいな、こっそり行くんですって、チャタンに、去年のドーラさんを沖縄に行かせようというか、ずっと、ね、1ヶ月いてもらおうっていうのは、その行って帰ってを何回もすると飛行機が大変じゃないですか、沖縄まで3時間とかかかるし、だから週末だけ行ってるだけだと、まあ、ドーラさんの体が大変だろうと、うちロッキンだし、はいはいはい、そうそう、その時に大変だろうと思ってずっといた方が、まあ、ドーラさんには体にとっていいかなと思ってそういう企画にしたんですけど、意外とその一人暮らしがきつかったと、そう、そしてあれなんですよ、僕それ昨日見たドーラのユニフォーム、ドラゴンのユニフォームが変わったじゃないですか、そうすると商品とかね、いろんなものの撮影をしなきゃいけないってなんで、結局それ休みのたびにドーラさん名古屋に帰ってきてて、ありましたね、なんか東京とか行った時もありましたね、武井絵美さんとね、始球式の写真を撮るとかって言って、ね、結局だからドーラさんね、その1ヶ月いてで沖縄にゆっくりしてもらおうっていう計画だったんですけど、全部の休み全部こっちで帰ってきて、逆に大変だったっていうね、そうそうそう、結局大変だった、まあ、本当は今年どうしようかなっていうところなんですね、そうそう、だから今年でも沖縄行った方がいいっすよね、皆さんね、沖縄で会いたいですか、皆さん沖縄どうします、行かれます、名古屋に残ってるとイベントとかでね会えることもありますけどもう あまりお隣に迷惑かけないようにお願いしますね、そうだ、すいません、あんまり応援する方じゃないやつですね、頑張れっていう、そういうものではないですので、さすが海上保安庁からオファー来るだけありますね、これね、ちょっと反応が早かったですね、まあ、そうなんで、石黒さん、はい、ドアラさんも含めて、はい、じゃ来期に向けてのちょっとファンサービス部としての何か新しい試みというか、今年はなんかこうしていこうみたいなこと、なんか考えとか終わりですか、1月7日に会議がございましたって、答えに困ってるじゃないですか、まだ言えんのですよ、なかなかね、言えないんですよね、言えないんですけど、なんかちょっとヒント的なこととか、なんかここに来てくださってる方だけに言っちゃおうかなみたいな、フェイスブックは始まると思います、ファンサービス部の、ああ、じゃあドラゴンズ的な、あ、ドラゴンズ的なフェイスブック、はい、ドアラさんと撮ってくれるかな、どっかなんかちょっと違う路線から来そうですけどね、そうですかね、ちょっとね、いろいろ生活がかかってまいりますので ね、 そうですね、でもギャラが良かったらポンと行っちゃうと思う、ドアラさんどうする、ちょっとギャラ良かったら二人でじゃあ、ライト考えてみたいと思います ね、 ね、これ次第ですよね、はい、まあ、なんで、まあ、これまだね、すっごい内緒なんで、皆さんの心に留めておいてくださいね、そのね誰がいるかみたいな、そのフェイスブックとかフェイスブック的なやりたいな、やりたいなぐらいですよね、まあ、あとね、はい、まあ、ドラゴンズの前はどっかの球場はいろいろありまして、なかなかこう思い通りにできないことがいっぱいありましたねみんなお願いしますよ、ちょっとこう言うとね、いろいろ怒られちゃいます、そうですね、ドラゴンズだけでは何ともならないことが、美味しいもん食べたいしとか
サーフリシーとかって言ってるんですけど、なかなか今、まあ、その辺はあの来年も D ステージで MC 水野が毒を吐くと思いますので、はい、詳しくはそちらの方で なんとなくあれですよ、MC 水野の喋りとか僕らのそういうとこ聞いていただくとあの関係性が見えてくると思うんですけど、まあ、いろいろやってるんですけどね、大変なんですよね、はい、まあ、そんなこともありますけども、ここで愚痴になってすみません本当に、ね、そんなこともありますけども、はい、じゃ あのそろそろね、あのだんだんいろんな本当に喋りたいことたくさんあるんですけど、はい、あの恒例の皆さんからの質問とか、そうです ねちょっと何やってたっけって、そうですよ、質問質問、はい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 、そう、参加型のね、はい、イベントということで皆さんからドアラさん、つば九郎さん、そしてあの石黒さんでも結構ですので、はい、盛り上げる、あのすごいす、ね、ちょっとテンションが上がるような、寒いですからね、皆さんがあのちょっと温まるような、はい、何か質問とか相談でも結構です、お願いします、はい、なんかある人、あ、じゃあ、あ、じゃあカメラの、はい、お持ちの、あの昨日なんですけど、はい、吉祥寺で落合前監督に会ってきました、お、はい、で、明日何するのって言ったら、ドアラトークショーを見に行くって言ったら、はい、ドアラに伝えといてくれっていうことで、はい、おお、失敗してもいいから、あのバク転にひねろ、ひねりを入れろこれ前監督に言われちゃったら失敗してるから、え、なるほど、手を抜きすぎてるから、ちゃんとちゃんと見てるんですね、見てくださってる、どうでした、あ、いなかったですね、まあね、ご結婚されてお忙しいと思いますからね、ドアラさん、ドアラさん、そうらしいですよ、ありがとうございましたね、本当にそんなお言葉までいただいちゃって、はい、さあどうするか、じゃあですね、皆さん今シーズンのドアラさんを見ていただいて変えてた、まあね、ちょっとね、もうね、ここだけだし、今シーズンですよね、ドアラさんね、腰とか悪くしちゃって、で、あの大阪ドームの時なんですよ、もう本当にね、あれ、トレーナールームに連れてったら、うちのトレーナーが、あの、あれ1時間ぐらいやってた、マッサージね、トレーナーに、したら若手の選手に、あの、僕でもそんなやってもらえないのにって言われる、すごい念入りにね、やってもらってるんですよね、ただね、これがね、あの、こうやったことない方あれなんですけど、プロのね、トレーナーのやつってすごい強いんですよ、だからもうドアラさん、次の日足もガッてやられたもんですから、歩けない、逆に地獄だって言ってますけど、もうね、すごかった、足です、あ、でもウコンもらえるんですよ、ちょっと違う人を動かすってびっくりしました、今ウコンですよね、あ、読めないことかと思ってた、あ、違う、びっくりした、あ、でもウコンもらったりするんですか、トレーナーに、早い、早い、そうっすよね、朝酒臭いっすもんね、妻子さんね、つば九郎さんは朝のニンニクの匂いかお酒の匂いしかしないですよ。あ、今日はいないですね、まだね。え、はい。まあそんなんですね、はい。そうか、じゃあぜひ今シーズンちょっとね、多分心にかなり伝わったと思いますね。はい。あのね、仲良かったですか、ね。監督、前監督の言葉は重いんですよ。やっぱりこう、はい、響きます。どうなるかちょっとじゃあ楽しみに皆さん、はい、今シーズンね。やめそうになった時はちょっとそういう話をしてみます。さあじゃあ続いて。他にある人。はい、どうですか。やっぱり手が上がらないですね。はい、じゃあ、はい、期待の。なるほど。ね、これもねよく聞かれる質問ですけど、今年選手ね。ずっとしていたネルソン選手がいた。フランコさん。期待ね、したかったですけどね。まあちょっとね、はい、ドラゴンズ戦以外で打ってくれると期待します。ね、またあの試合で対戦できるっていう楽しみもね、はいはい、ありますよね。そうね。ドラゴンズ戦以外でこう勝利に導いてくれるのを期待します。はい。ドアラさんはどうですか。どうですか。今年は。今年入ったの知ってます。チェックしてるかな、ちゃんとね。ね。小川投手小川選手ですか。これはね、ちょっとね、僕もキャンプちょっと見て楽しみだなと思ってますね。あ、台湾 のていうかあの WBC のやつとか見てて、いろいろ経験して、ね、フィリピン代表でやったりしてます。期待してます。通訳のチャンピオンのシンさんが店を出しました。そうなの
あ、そうなんですか。へえ。東京で。あ、じゃあそれ次行こうだ。何の店？そう、まあ、韓国料理ですよね。はいはいはい、焼肉屋さん。全然違うじゃない。あ、焼肉、韓国。へえ、韓国焼肉。どこで。でした。連れてってください今度。なかなかね、一緒にご飯行ってくれないんで。信濃町。じゃあどこだ。じゃあ今度はぜひ東京へ行った時は皆さんも行ってみてください。スマクロさんのおごりで行きたい。イムチャイヨン選手の通訳の方が店出したっていう話です、ね。はいはい。チャイヨン。バーって言っちゃう。チャイヨン。チャイヨンで言うと分かんない。イムチャイヨン選手が出したんですよね。そうですね。はい、今年もいろんなところで、はい。そんな話もありますけど。何でしたっけ。あ、そう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 。オーバー投手でますよね。今年そう、ね。石黒さんはどうですか。今年ですか。僕ね、新人選手で見たのは、ドライチの服、頭いい、頭いい、はい、感じがすごい良かった。あれですね、あの今年大学卒で野手が2人入ったじゃないですか、早稲田の。次山君と、はいはい、あとこの人のプロの、はい、すごい体が大きくて、なかなかねプロに入ってくる選手ってまだまだ体小さいんですよ。入ってから大きくなるんですよ。平田選手とかでも入ってきたときちっちゃいじゃないですか。ちっちゃいって言い方おかしいですけど、もっとなんて言ったんですか、線が。だから山本雅投手がなんかこう投げ出した頃の体ってすごく、まあ、手は一緒ですけど、そうそう、厚みとかやっぱり細い。そうなんです。だからね、これね、プロで活躍する選手って本当体が大きいんです。井端選手とかも背とかそんなにプロの中で大きくないですけども、体がすごい大きいので。あ、167cm、あんまり僕と変わらないですね、カツオ君ね。カツオ君ね、ちょっとね、老人使いすぎです。あのね、平沼さんが怒ってました、もう使いすぎだって言って。もうすごい使うじゃないですか、両手に。で、この辺まで真っ白なんですよね。やっぱりこうやって振るって困るんですか。困る。それぐらい使っちゃうと。水は喜んでるもんな。まあそうですね。大体試合中に取っかえたりしないんですけど、彼が出てくると途中で取っかえなきゃいかんくなる。使えなくなる。喜ぶ人もあり、困る人もあり。あ、やってます。ちょっと言っといてください。もうちょっと少なめのお願いします。エコでお願いします。はい、じゃあ言っといてくださいね。そんな感じで。あれですか、外地選手はまだ会ってないからわかんないですかね。キャンプでいろいろこう、なさだめみたいな。キャンプからちょっとね、仲良くなり始めますので。ね、そういうことですね。そういうことしときましょうかね。ね、この間あの鈴木投手とイベントで一緒だったんですけど、ドアラさんと今年は喋ってなくて、まあ、鈴木投手があんまり上にいなかったじゃないですか。そのなかなか、ね、会えなくて、ファン間で久しぶりだったらなんか久しぶりだなみたいな話言われた。あ、上からな感じで言われたんですけど。ドアラさんが上。そうそうそう。あ、まあ上ですからねみたいな。鈴木さんいい人なんで。はいはいはい。まあ、結構選手の皆さんそうですよね。ドアラさんって感じ。そうですね、もうね。ですよね。あれですよね。この堂上選手とかあるんですよね。ドアラさん、ドアラさん。あとあれですね。の大島選手が言ってましたね、雨の話。あんだけ散々今シーズン後半ずっと配り続けて、やっと新聞の値段にしていただきましたね、あれ。いつかならないの。雨を配って。あれね、ファンクラブ用の雨なんですよ。ドアラの金太郎雨になって販売されてないんですけど、それはファンクラブの方にもらいまして、でドアラさんなんかに使ってって言ったら、もう毎日せっせかと。試合始まる前に、試合前にね、ベンチにいる選手に配る。ライトの大島洋平とかって行くと、そこにヒュヒュって言ってこうやって雨渡した。でも選手もね、なんか意外と楽しみにしてるっていう。そうそうそう、平田とか行くとちゃんと渡してね。そうなんですよ、はいはい、だから多分ね、来年ファンクラブはこの話を聞いてうんって喜んでたんで。あ、またじゃあファンクラブに入るとその雨がこうなんかこう勝利を呼ぶみたいなになったらいいなねえ、それ、はい、もうありません。ありません。使い切りました。もう使い切りました。あれですよね、ずっと持ち歩いてて、オールスターの時も持ってたんですよ。でオールスターの時行って帰ってきたら暑いじゃないですか、形が変わってましたね。あれね、体温で、新しいのあげます、まあ、外のね、そうそう、そんなこともありました。はい、そうですね、じゃあ、はい、もう一つぐらい、そうですね、はい、行きましょうか。あ、なんか急にたくさん手が上がりましたね。あのドアラの、じゃあ、はいはい、あ、はい、ドアラの大きなね、バッグ、はい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 
なるほど。ファンの皆さんに人生相談をなんか 今のドアラ先生の悩みかなんかをちょっと聞いてみましょう。そうなんです、あのね、ラジオ始めまして、これいい企画だなと思って、はい、あの皆さんのこうお悩みをドアラ先生に聞いて、なんかこうお悩みを少しでもね解放されたらいいなと思ってやってみたら、ドアラさん真面目だもんね、ものすごい真剣に、もう結構長いんですよ、いつもね相談ね、結構真剣な相談が多かったんですかね。そうなんです、それで長いから、そのままその長いやつメール転送してってやってたら、ドアラさんがだんだん自分も病んできたでこれっていつまでやりますかみたいな話になって、ちょっとこのまま やまれると困るので今休憩中ですね。今休憩中、今あのシャオロン・パオロンが代わりに相談を受け付けてますのでそしてまあだんだん違う、それでもね、あのね、ちょっと困っておりますので、皆さんミッドウェブの方にも何かありましたらですね、ご相談いただけるなんかね、あの意外と来なくて、やっぱり意外と来ないんですよ。カレンダー3本いやプレゼントって言ったら応募3人みたいな。そうなんですよ全員に当たった。プレゼントにもやっぱりね、はい、応募がないってことは、そうなんです、どんだけ聞いてくれてないんだっていう、ね、いやちょっとねショックでもね、ドアラの年賀状届いてますかね、あれね。あ、届いた人いますか。ここにいないですよ。でもめっちゃ来てましたね、すっごい応募が来たんですよ。あれ 3名でしたね。そうですね、はい、当選者3名ね、それだけ聞いてびっくりですよ。あと大野投手のサインに色紙いっぱい来て、はい、いっぱい来ましたね、はい、いやめっちゃ可愛い。石黒さんちょっと読んでいただいて。ドアラさん、なになになに、ドアラ先生、そうだよ、ちょっと見たいんだけど、ダメ？ちょっとダメ。今の瞬間撮った人はじゃあ後でね。そういうことらしいので、見直してほしいですけど。それ見た方、じゃあドアラ先生の方にちょっとね、あの送ってください。つば九郎先生。お答えを。つば九郎さんは何かあるんですか？残り時間3分。あ、そうなんだ。いいですよ、ちょっとぐらい押したって。そうですよ。はい、いいですよ。シャーロン・パウロの遊ぼうしょ。シャーロン・パウロ、あのちょっと待ってると思いますけど。そうですね。あ、全然大丈夫だって。全然大丈夫だ。まだ大丈夫。はい。そうですね。まあでも今年の展望しないですからね。そうですね。まだね。はい。なんかありました。趣味なかったですかね、野村さん。まあそう、趣味をお探しになるそうです、ね。なんか見ました見ました、昨日。そんなに悩んじゃうならいいですよ、あの逆に悩ませちゃってるっていうね悩みを聞いてあげようとして、何何ズバクロ、それ一緒にしていかんじゃないですか、まあ、まあそうなんですよね。でということで、はい、もう質問は何かありますか。すいません、ドーラさん、そろそろ、ね、そのうち何かあると思います。はい、もうなんか帰りとそうな人たちがいやいや、まだまだ引っ張りますよまだまだ行けますね。じゃあ今シーズンですね、始まるじゃないですか。どんな感じにつば九郎さん聞いてましょうかね、過ごしましょうかね、今シーズンは。今年の何か新しい、ね、2010目標とかね、なんかこうしたいなみたいな。そういうあれですよ、パッションさんってもう決まったの？あ、知らない？なんかそういう噂をちょっと聞いたんですけど全然知らない、ね、うちまだこの7日までの募集なので、ドアラさんもドアラさんもなんか今シーズンのこんな風に行こうかなみたいな、もう始まりましたね、はい、全部名古屋に来る。あ、まあ、全然いいですよね。それね。勝手に来てくれてもいいし。来ないですよ。来てもらって、ね。来るのはいいですよ。出れるかどうかは知らないけど。ね、来るのは自由です、ね。多分自然に出てますよ、ね。あれですからね。本当にあのチアドラの子たちとつば九郎さん来たりすると、わあつば九郎さんだとかないですからね。もうあまり普通すぎて。自然に言いますよね。あ、おはようございますみたいな。今日もいるんですねみたいな。ね。もうなんか最近あの一人ずつ写真撮ってとかもだんだんねえ、ないねえ、ないですよねだんだんなくなってきて、他のキャラクターの時あるんですよ、いつも。そうなんですよ、記念撮影。違うチアドラたちが入れ替わり立ち替わり、リオさんお願いします、一人ずつ、あ、私もあのツーショットでなんて言って、うん、ここに入れたいはい、もうちょっと、ね、そろそろ諦めきれないあの人たちね、もうちょっと気遣いって言っときますその辺、ね、そうですね、毎回あの同じように接しよう、だってあれなんですよね、まあ、去年はあれだったんですけど、あのケータリングのお姉さんがカツとお玉をね、あのマイクに使うじゃないですか、あの発祥名古屋ですよね、あのマイクこうやって、あ、そうだったんですね、もう本当に
選手のところまでやるじゃないですか。あれ名古屋発祥で、あのだんだん慣れてきたらもう入っていっても行くと勝手に渡してくれるっていう、もう準備されてる自動的なお姉さんからいうふうとったんですけどね。ドーラ先生今年の、あ、まだやってですね、はい、まだ、はい、オールスターでのバナナは最高でした。あ、バナナ本当に選手よく怒んないですね、あれ ねよく許されますよね。絶対できないですよあれ、間違いなく他の球団でもどこもできない。つば九郎ならでは、ね、ドーラさん、ドーラさんどうですか。そうそう、今週の、今週じゃなかった、今シーズンの、今シーズンの、今週だったらすごい頑張る、頑張ること覚えましたからね。そうです、やっと頑張る気になったらしいです、ドーラさん。今シーズンじゃあ頑張ってくれると、ね、筋トレもして。そうですよね、ちょっとね、まあ、あのね、できるだけあの、まあ、あの石黒部員の主張としては、はい、今シーズン、まあ、とりあえず沖縄もずっとドーラさんにいてもらうというふうな、あ、そういう希望は一応、はい、行こうかなと、はい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 、なかなかね、あの平日の人のいない時ドーラさんが普通に物販やってるとか、いい絵だったんでね。そうですよね、なんか沖縄ならではの、そうですね、ゆっくり流してて、子供たちもなんか ね普通に触れ合って、普通に、あの近所の保育園の散歩コースになってまして、そうすると、まあ、その子供たちがわーって来て、ドアラだわーって来て、今日もいるみたいな、でドアラのふわふわで遊んで帰って、そうですね、そういう、もう公園状態ですね。そうですね、平和な感じだったんですけど、そういうのがまたできて、そうですから、挨拶活動とかいけるじゃないですか、また朝早くね、気持ちでいいですよ、あれね、あの後付けで決まったもんですから、あの最初の方からやってればもうちょっと元気だったんですけど、あの後半疲れてきてからの挨拶活動って早起きなんですよ、あれなので、かなりしんどかったっていう。今年も頑張ってほしいですね。頑張ってほしいですね、はい、はい、まあ、あの沖縄ではね、やっぱりいろんなことが、まあ、あの選手はやっぱりこのキャンプはもう練習するのがメインなんで、はい、まあ、選手ができない部分をドアラさんになるべくこうフォローしていただいてね、陸上競技場でも頑張っていただいて、サインもたくさんしますしね、はい、ね、なんか宮前コーチに特別メニューを考えてる頑張るって言ってましたって宮前コーチに言っときます。その部分だけじゃあね、そうです、まあそんな感じで2人ともね、はい、頑張ると。あ、つば九郎なんだっけ、あ、全部なことに来る、はい、どうぞ。ちょ、こないだのヤクルトさんとそういう話したんですけどね、酒の席で酒の席なんで分かんないです。ちょっとこれから聞いてみましょうね。はい、楽しみにしてくださいということで、はい、じゃあそろそろ良かったですね、このトークショーで今日は僕はなんかちょっと申し訳ない感がちょっとこの辺に伺いますけど、あの、どうでしたか皆さん、楽しかったですか。あ、いや無理やりね、最後拍手をさせて終わらせるという、はい、よかったよかった、はい、じゃあ、あの最後ドアラさんとじゃあつば九郎さんから、はい、皆さんにね、ファンの皆さんへのご挨拶、はい、ご挨拶いただきまして、はい、じゃあファンの皆さんへ、お二人にはすいませんご退場いただきましょうか、はい、ね、頑張る、じゃあなんかちょっとなんかフォトセッション的なやつ、なんかそうですね、せっかく皆さんのカメラをね、はい、たくさんお持ちですので、最後に二人でね並んでいただいて、はい、あ、でもこの後あの午後からもね、はい、ドアラ、ほらドアラ、はい、これなんか順番逆らしいですね、遊ぼう、これシャオロンパオロンが先にあって、はい、この後すぐね、シャオロンパオロンが始まりまして、ドアラたちは2時からですね、ドアラとつば九郎のショーは2時からですので、ありますので、じゃあの真ん中でちょっとね自由に自由に皆さんお写真を撮りください。片方は椅子置いてくるわ、いやいや、そうなんですよね、こうやって、はい、じゃあちょっといいですか、じゃあ、あの皆様に新春のお喜びを感じる感じが、ちょっと私の唯一持ってる腕時計を投げたね買ってもらおう、つば九郎さん、それでは皆さんよろしくお願いします。なんかちょっといい感じのクリップ、あ、はい、ね、あれ、あ、今日の日付と何出してるんですか、カレー、まあそんなことでいいですかね、これあれですよね、あとなんか色紙を向こうであれですね、あのドーラ先生とあのつば九郎先生の色紙をあのその向こうでやるところになんか展示をするらしいので、皆さん12時30分12時
の13時にやるそうですので、そちらをぜひ見に行ってほしいと思います。貴重なその日しかないコメントが書いてありますので、はい、365度をサービスしております、はい、なんとなく合ってんだか合ってないんだかよくわかりませんか、はい。まあ、この後シャオロン・パオロン登場しまして、さらにドアのつばくろと遊ぼう、その後ビンゴ大会まで皆さんで、ね、楽しんでいただきたいと思います、はい。ではお写真撮りましたか皆さん、大丈夫？石黒さんも入れて、最後10秒間で、ね、私は大丈夫です。石黒さんも入れまして、最後じゃあ10秒間、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0、はい、終了です。緊張しますねこれね。では皆さん、ドアラと、まずドアラとつばくろに大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。午後からもお願いします。まだ午後からも出てまいりますので、はい、ご飯食べてきてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ご飯食べてきてください。いやー、なんか、ね、まとまったんだかまとまってないんだか、ある意味例年通りという、はい、か最近ね、いろんなところでいろんなマスコットがこう注目されて、ね、この間テレビ見てたらバンジージャンプするやつもいましたけど、はい、誰がやったの？なんかくまモンが、ああ見ました。負けませんから、まだまだバンジーやりましょう。 NPB のマスコットはね、まだまだそういうのには負けませんので、もそうですね、それ以上の何かをね、はい、どん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 やってください。僕らはね、野球とこの中のマスコットの世界で頑張って、皆さん、ドアラさんたち退場しますので、道だけは塞がないようにお願いします。はい、よろしくお願いします。大丈夫ですかね。いやいや、今年も無事にやれてよかった、はい、そうですね、はい、終わりました。これなんか始まるって感じですよ ね、 そうですね、このショーが終わる、まあ、とりあえずさっき思ったんですけど、7日に放送があるんです。はい、7日に聞いてない人ばっかだと思いますので、はい、ちょっと一回聞いてみてください。月曜日は8時から9時、ミッド FM の7時から9時、遠くから来られてる方も携帯とかスマホとかね、パソコンで聞けますので、中央人ですかね、アプリをダウンロード、はい、いろんなアプリダウンロードしたり、ミッド FM のホームページから、はい、ホームページで見るとね、ニュースの映像も出てますけど、映像音出てませんのでね、いろんな権利の問題がいろいろありますので、ね、ラジオ聞きながらユースを見てもらう、そうですね、いう感じで、いろいろと聞いていただきたい。今日のこの話もしようかなと。まだ台本書いてませんからね、あれ自分で書いてんですよ本当に。石黒さんが毎回台本を書いてきてくださって、そうなんですよ、それでね、やってるんです。水も出ない低予算番組ですよね、もうね。そうですよ、水地さんで、水地さんでね、だからゲストが来ると自分で買ってくるんですよ、あれ。自販機でガチャって買って、ガチャって買って持っていくんですよね、はい、そんな感じで毎週ね、やっております、楽しく自由にやってます、まあね、マスコットだけじゃなくて、なるべく野球の話もしたいんですけど、最近選手と会うことがないもんですから、まだ何せオフシーズンなのでね、はい、まあ、これからちょっとやってみたいと思いますけども、ぜひそちらの方も見ていただきたい、今日の話しようかなと思いますんで、はい、というわけで、はい、今日のトークショー石黒さん登場いただきました。皆さん、石黒さんに大きな拍手をお願いします。よろしくお願いします。というわけで、ちょっとね、時間の方も、私の時計はどこにあるんですか？あ、持ってますね。あとで返してください。本当に一つしか持ってません。というわけで、この後は、準備ができ次第、ちょっとね、この辺散らかしていたやつがいますので、準備ができ次第、シャオロン・パオロン登場してもらって、楽しい朝モーションやっていきたいと思います。お客様にもね、参加していただきたいなと思っておりますので、楽しみにしていてください。